イサムです。今日はですね、全国の136番台を調査ということで、ね、第3回目に、まさか3回目になるとは思いませんでした。今日はですね、どこだ？あ、カルド。宮城県リフにありますカルドリフテンさんに今日は調査に来ました。え？俺？イサムです。覚えてくれたかな？イサムです。まあね、ということで、136番台が、全国にある136番台がどんな挙動をするのか、ちょっと調査したいと思いますんで、早速、調査に行ってみたいと思います。牛タン牛タン、牛タン牛タン。では早速、136番台探したいと思いますね。綺麗ですね、店内。店内、ね、こう、今日は綺麗な女の子がいます。どうだ？ 136 番台。127、8、30、31。お！出てるよ。135、お！スペシャルゲストとかがいてあるな。大丈夫か？これ。はい、それでは、136番台、CR イサム、どんな挙動をするのか、早速、打ち始めたいと思います。あれ？お？あ、出た。まあね、136番台、全国に何台あるのか分かんないけどね。お？なんでもないね。この人たちは音楽をやってたね。音楽をやってる人たちは楽器持ってる。えい。なんだ？お、なんか激しいよ。かっこいいね。なんでもなかったみたいだね。気合い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 だな、何事も。気合いが大事ってことだ。気合い入れろ。感じが好きみたいだな。お、よく回る。お、なんだこれ、バラになったよ。えい。なんだ？なんだ？お、リーチ、初リーチ。歌ってるよ。終わっちゃ困るな。お。どうなんだ？ありゃー、残念。残念。外れてしまいました。ああ、遅かった。お、なんだこれ。
なんか XXX になったよ。なんだ俺。お？はい。じゃあね。お、二次のおっさん。ダメだね。なんだこれ。なんかなんだ。お、ま、くるくる回った、くるくる回った。なんだ。あ、リーチだ。おお、完成した。この後すぐ。はい、調査終了ということでね。136番台を136回転回しました。あれ外人さんなのかな、まあ、なんか最初にあの杉蔵っていう人がよく出てくるっていうのはよく分かったんですけどね、まあ、あの人は日本人なのかなって。あと他の人はちょっと外国人都市っていう人もいたな。まあ、何人かちょっと外国人の人が混ざってるみたいで、まあ、とにかくよく光る。よく光るね。眩しいぐらいによく光ってました。そしてなんかくる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 回ってね。で、あの、外国人のパタさんが出るとリーチが揃うという仕組みになっております。あとなんか真ん中からこうガーって。ってなると、なんかいいことが起きるみたい。隣の人がこうなってたんでね。俺のは、こんな感じでしたけど。まあ、なると、いい、っていうことですね。
まあ、とにかくね、まあ、1回目もそうだったんだけど、135番台は出る。うん、136番台は、とにかくよく回るけど、まあ、136回転以上回さなきゃいけないって感じですかね。あと何かあったかな。まあ、よく光る。あとね、言葉遣いがよくない。てめえらとか、気合を入れろとかね。よく隣の近所のお兄ちゃんがよく言ってた。気合、気合って。でもなんか、パンチパーマだったけどな。まあいいか。そんなとこぐらいかな。まあとにかく、こうなると暑いということですね。まあぜひぜひ皆さんね、近所にこれがあったらぜひぜひね、こう、しちゃってください。ね。こうやって。みんなジャンプしてました。まあこうやってジャンプするといいっていうのがよくわかりましたね。隣の人で。136番台じゃちょっとわかんなかった。で、今日はね、1パチだったんでね、1パチはね、とにかく助かります、調査に。カルドさんありがとうございます、本当にね。まあ、全国の136番台、ぜひ1パチにしていただけたら、私、どこにでもね、調査の方を伺いますんで、低予算で、ちょっと、調査の方をやらさせていただいてますんでね。まあ、この動画を見た店長さんがね、呼んでくれるか呼んでくれないかはわかりませんけど、まあ、こんな感じの調査となりましたんでね。まあ、第4回、どこの店舗に行くかわかりませんけど、引き続き、136番台、イサムの台を、CR イサムの台を調査していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。